ちゃ。こんにちは。さゆたかさん、はい、中日が井上和樹、はい、2軍監督に1軍の監督要請していましたけれども、うん、決定しました。なあ、はい、これで井上中日政権が始まりますね、はい、となるとやっぱりどういった面々をコーチ、ヘッドコーチや投手コーチ、打撃コーチに置いてくるのかっていうのが今度ファンのやっぱり関心になってくると思うんですけれども、ズバリ今日は豊さんに井上中日政権の組閣をしてもらいます、はい、予想です。予想好きだけどな、まあ、予想おじさんなんでも常に頭絞るよな。もう考えますね。これはまずはどこから発表していきましょうか。やっぱりヘッドコーチ、いわゆる参考ですよね。なるほどなるほど、はい、やっぱり監督として一番監督の気持ちが分かってくれて、はい、まあ、やりやすさというか、はい、監督業務をやった人がヘッドコーチをやると、うん、やっぱり一番気持ちは分かってくれるよね、監督の。そうですよね。そうそうやな、はい、そうしたら矢野。おー、来ました。で、まあ、中日出身者でもあるしさ。そうですね。いや、だから可能性としたらない話ではないなという、ね、そうなんです。あの、矢野さんが阪神監督の時に実は2020、ね、2年にチームを去る時も一緒にそこまでやっていたということで。いや、そうだな、まあ、仲いいしな。で、仲もめちゃくちゃいいということなんですよね。そうそうそう、2019年のオフに井上氏を一軍の打撃コーチとして阪神時代招聘した、はい、そして2021年からはヘッドコーチということで、気心知れてるし、監督の気持ちがね、うん、やっぱ一番理解、監督やった人だから、そうですよね。それはやっぱり理解はしてくれるだろうし、はい、まあ、やってくれたら鬼に金棒だよな。いやー、心強いと思いますよ。そうだね、はい、でも立場が逆転するかもわからない途中でなんかいや、それはわからないけど、うん、それは心強いだろうね。そうですね。で、はい、今までも以前に監督経験されたことがヘッドコーチになるっていうことは、まあ、よく あることなので、中日では立浪監督の前の与田さんが、はい、元西武のでロッテ監督の伊藤さんをヘッドコーチ、はいに置いたりとか、あと山田久志監督が2002年に元近鉄監督の佐々木さんを一軍の打撃コーチに呼んだりとか、まあまああるっちゃあるんだなっていう。まあまあ、それはまあないことはないよね。まあ達川さんだってそうだしさ、ソフトバンクに呼ばれていったりして、それは尾花さんだってジャイアンツのピッチングコーチに戻ったりとか。そうかそうかそうか、いろいろあるよそれはね、うん、しかもやっぱりすごい窮地の中で非常に信仰があるとなれば。ああ、それはそうだ、それは全然違うよね。前回ね、うん、手伝ったんだから、うん、今度手伝ってよみたいな、はい、そういうやり取りはあるだろうね、貸し借りっていうのは、ね、ですよね。で、はい、井上和樹さんは53歳、矢野さんは55歳ということで、うん、まあ、ちょっと先輩後輩でもあるんですけれども、まあ甘え上手かどうかだよね。金一で出るみたいな、石言うんだったらやめておけばいいしどうしたらいいかなみたいな。そうそう、お願いしますっていうのはそうですね、ちょっと気持ち悪いけどね。そうですね。いや、でもこうなると阪神ファンは中日に行っちゃったかって、うん、まあまあね、うん、まあでもお互い中日の選手だからさ。そうですね、元はね。で、井上さんも阪神にコーチとしてはいたので、まあ阪神ファンもなって、ね、阪神のプライドからしたら、うん、いや、そんなのやらやらやいいんだよみたいな。ちょっとね、いやいや、阪神のさ、いや、そのぐらい の、うん、あのプライドは阪神のファンにもファンは持ってるよ。そうかそうか。いや、でも本当にこの辺ずっとね、矢野さんっていうのが記事に出てましたけれども、これ本当に矢野さんになったら今回の組閣の一番の目玉になりそうですね、中日の中で。なんか落ち着く感じはするよね、うん、だけどうんって言うかどうかっていうのがね、まあ、そうでしょうね、はい。さあ、続いて投手コーチですけれども、はい、やはり中日というとやっぱ投手コーチが来シーズンから鍵になってくるのかなと。まあ、野手はね、ある程度育ったっつっても、うん、まだまだここからね、はい、鍛え直さなきゃいけないところもあるし、うん、ピッチャー中心のチームだけに、はい、やっぱそこら辺のコーチっていうのは大事になってくるよね、はい。その投手コーチに右左それぞれ誰を置きますか。阿波野。阿波野、ベテランの連れ戻し、出戻り、出戻り、まあ、巨人のコーチも中日のコーチもされてましたよね、中日は。まあ、でもね、彼は優秀だよ。はい、で、物腰柔らかいし。そうですよ。まあ、現代野球の教えるっていうことに関して言えば、はい、まあ、すごくいいと思うけどね、うんうんうん、以前ね、動画にも出てくださったり、あと天野コーチといえば柳投手を育てたというか、まあ、そうだね、あるということなので、ここにやっぱりベテランが加わることによって投手もピリッと
して育っていくのかなと。ベテラン、ベテランの青野さん。選手じゃないんだよ。お前なゲームに大丈夫か、あのコーチとしての投手としてのベテランの天野さんが加わることで、まあまあそうだね、うん、でもまあその天野はベテランってまだ言えないよ。あ、そうなんですか。コーチとしてね、それはなぜかっていうのは後で言う。わかりました、うん、課題としては例えば松木平投手であったりとか中地投手とか、これから育っていってほしい。そうだな、ドラフト1位の、うん、まあ、トミー・ジョンを受けた草がね、はい、もう帰ってくるだろうしな、はい、来年からね。だからそういう意味では本当にまた新たな力が、うん、まあ、加わったりだとかするんで、はい、なんで教える人がうまい、うんうん、方がいいよね。そうですよね、うん、さあそしてもう一人、もしは山井、山井投手、はい、コーチ、まあ、山井はね、もう中日の顔で投げた人だから、はい、真面目な人だからね、うん、まあいいかなと。まあ、あの投手コーチ現にやってますもんね。そうだね。で、はい、まあ、阿波野がベテランじゃないっていうのは、うん、佐藤義則さん、おこの人を巡回コーチで持ってくる。二軍の方でってことは、まあ、もう巡回だ、巡回だから、一軍も二軍も目が回る、回る大丈夫ですかね。いやいや本当にこれは佐藤義則さんは、やっぱりダルビッシュとか、はい、出会いあるよね、マー君とか、はい、則本とか、うん、いろんないい出会いをしてきたピッチングコーチだし、はい、教えるっていう能力はやっぱすごい人だと思うよ。はい、そうですよね、うん、だからそういう意味ではそういう人がついてくれてるっていうのは、はい、すごく心強いんじゃないかなっていう。そうです、まあ、ジャイアンツで言えば久保とかね。あ、久保巡回コーチやってるけど、はい、うん、あとはちょっと昔だったら小谷さんっていうね、はい、巡回コーチがいたりだとか、うん、だからそれに匹敵するような、うん、だからそういう人を置いとくといいのかなっていうふうには思うけどね。なるほど、うん、だから天野さんにももうベテランですもんね。まあ、だって天野も勉強するところがたくさんあると思うよ、吉野さんから言うとね。はい、うん、さあ打撃コーチいきましょうか。打撃はね、はい、森野。あ、もうそもそも一軍でも最初いましたもんね。まあそうだね、まあ、だけど彼の持ってるバッティング理論っていうのは、うん、お元気の時から見るとね、まあ、確かなものがあるんじゃないかなっていうような気がするし、うん、まあ、兄貴的なね、はい、中日の選手から言うと、うん、そういう人たちが戻ってくるっていうのはいいのかなという、ね、うんうん、さあもう一人ですけれども、もう一人はどの上、はい、どれ、まあ、守備走塁コーチやってたけども、はい、いろんなポジションで経験させた方がいいなと思って、はい、やっぱ堂上っていうのは中日のコーチとしてのスペシャリストになってほしいなと思うし、うん、あ、まあ、あの人柄とか、はい、そういうこと考えるとやっぱ堂上っていうのは人間がいいしさ、うん、やっぱそういうポストでいてほしいなっていう、うん、まあ、願いを込めて、はい、バッティングが終わったら、うん、あの外野守備走塁コーチとか、うん、そういうのもやるとかね、いろんなポジションだから勉強してほしいんだよ、いろんな、はい、うん、それによって将来的な監督っていうのも見えてくるし。なるほど、うん、まあ、バッティングでねちょっとね、はい、勉強して、はい、まあ、いろんなところに行ってみるのもよし、うん、で勉強してくるのもよし、自分のスキルを上げとってほしいなって思うけど、ね、うん、はい、いいと思います。さあバッテリーですけれども、大野翔太、はいはいはい、うん、素敵な感じだよね、うんうん、やっぱこうしっかりした考え方を持ってるという、はい、今までやってた人がそうじゃないと言わないけど、はい、言わないけど、はい、大野翔太っていうのはもう熟したかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするんだよね、コーチとしても。そうだね、うん、今いろんな経験をしたでもしただろうし、はい、優勝経験もあるしさ、はい、だからそういうノウハウをね、うん、教えてってほしいなと。はい、さあ続いて内野守備走塁コーチ、これオリックスを対談したそよぎ、はいはい、あ、全日本 の、はい、あの守備走塁コーチでもいるけど、はい、そよぎっていうのは、うん、賢いし厳しいし、はい、まあ、しっかり目が行き届くし、うん、だから、まあ、井上和樹がダメであれば井端が帰ってくるという。あー、なるほど、あ、そうかそうか、そのためにそよぎを入れとくと押し込んどくという。なもうすでにこっからもう弱肉強食だからすごいな、こういうところにもあるんだ。いやいや、まあ、うん、あるんだというよりもそよぎの能力がね、そうですね、やっぱこういいと思って井端前半監督も入れてるわけだから、うん、はい、だからそこら辺の目はね、やっぱ井端はいい目してるよ、うん、うん、だから、まあ、そこら辺はやっぱこう協力を仰いでね、はい、まあ、やってもらうといいかなって思う。あとは井上和樹さんがそよぎさんと、まあ、何でしょう、面識というかその仲良かったりとか、そういうのもあるんですか。でもやっぱり能力がある人っていうのはストレスがかからないんだよ。へ、
で、そういうふうに頼むねって、すべて内野とか、うん、フォーメーションだとか、うん、そういうのは任すよって言って、うん、じゃあ任せてくださいと、はい、いうふうにやったら、能力が高いだけに全部できるよ、うん、そういう時は、うん、まあ、そうなってくると、ストレスないから、人間的にどうのこうのという、仕事がしっかりできる人だから。はい、だから大丈夫。おだからあの井端の内野でね、はい、あのセンスで創業を呼んでくるぐらいやから、もう相当なやっぱ能力を持ってるっていうこと。お墨付きだし、そうそうそう、ま、あのカーブイズムも持ってる方なので、そのカーブの何かそういったものを注入っていう風に、中日の内野守備でいらない、いらない、なんでいらないじゃない、中日は中日のやつを持っとけばいいから、さらになんかカープの守備とか、いや、そういう時はいたから、カープの守備は下手くそだった。え、そうなんだ。いやいや、本当菊池とか、うん、ね、田中康介とかとか出てきて初めて、そうか、良くなってきてるわけだから。なるほど。 なんかそういう時がいる時っていうのは、うん、そんなにうまくはなかった。そっか、あのスパイダーマンの今あの三塁コーチャーの、お前もあんまり名前が出てこなくなっちゃった、赤松か、赤松さんとかいた頃一緒だったので、あ、そういうわけじゃなかったんですね。いやいや、そういう自体はうまいよ、はいはいはい、だけどそんなにうまい時代ではない。あ、そうだったのか。そうそうそう、なるほど、うん、まあ、ただそのね、オリックスでのコーチ経験だったりとかもだけどね、で言うけどね、あの教えといてやる、うん、他球団のことを、うん、他から来た球団が、うん、自分のチームのことを、うん、昔はカーブだったらこうだったとか、うん、いうこと自体はうざいことはないんで、あ、そうなんですね、それはもう伏せといた。ごはっとっては言わないんですね。あんまり言わない方がいいよ、うん、だからよく言われたよ、巨人のあのコーチとか監督が来て、はい、いや、巨人はこれだよみたいな、やかましちゃう。経験者みたいな、もう、ここの歴史を作ってくれ。他のこと聞きたくないと、うん、ここはここなんやと。ここはここの歴史を作ってくれと思ってた。そう思ってたよ。そうか、そらアホよ、ほらアホよ、そらそうやろ、お何しに来たんや言って、巨人はこうしてる、そらね、ノウハウを持ってくるんだけど、はい、ここのノウハウを持ってこいって、うん、選手が違うんや、うん、変なとこで脱線したけどさ、やっぱカーブのことは言わない方がいい、うん、新しい子が多いから、そうですね、若い子がね、うん、だからそういうイズムでいいんだよ、うん、強気イズムでいいんですよね。そうそう、それを注入してほしい、うん、なるほど、はい、分かりました。外野守備走塁コーチで、あの中村豊でいいんじゃない、うん、ここはもう、うん、バリバリ昭和という、バリ昭和殴られても文句言わないで、バリバリ選手殴られるより自分が殴られる、自分が、そうそう、まあ、そんなコーチだよ。今下にいらっしゃるんですよね、まあ、ハートのあるやつだから、はい、よし行こうぜみたいな、うん、一つのノリも作ってくれるしね、はい、期待はしたいと思うけどね、中村豊。そうですね、でこれは あくまでまだ決まってなくて、井上和樹選手なんかこう集めてミーティングしてるみたいな。そうなんですよね、今その切り離してたんですけど、あのこうなったら A クラスとか見えてくるんじゃないですか。まあやっぱりね、立浪監督、うん、片岡ヘッドが気持ちは作ってきたと思うんだよね、うん、で選手もある程度結果も出せるようになってきた、うん、その後やっぱちょっとした走塁だとか、うん、チャンスの時にちょっとした考え方、うん、これをねスパイスするだけで、うん、全然変わるよ、うん、もっと飛ばせとかそんなんいらない、うん、一つの塁を狙うにはどうしたらいいかとか、はい、このチャンスの時どう絞っていけばいいかっていうことをやっぱ注入しておけば、うん、だからこうチャンスを作ること、塁に出ること、これはね作り上げた、はい、ね、あとはそれをどう生かすかが、うん、これからの立浪監督片岡ヘッドの課題だったんだよ、はい、でもその課題の途中でいなくなるわけだから、うん、その課題に立ち向かってほしい、うん、ね、井上和樹頼みますよ。そうですね、思いをここに託しますよ、ね、いやいや本当本当、井上和樹も監督になったら、うん、俺多分チームを見た時にそう思うと思うよ、うん、あ、チャンスは作れる、打てるようになってる、うん、まあもちろん二軍監督やってたからそれは肌で感じてたと思うけども、うん、あと足りないことはやっぱちょっと細かい考え方のズレだとか、うん、そういうことを教えるだけでチームはガラッと変わるから、はい、頑張ってほしいと。そうですね、あと皆さんが考えるぜひ中日の組閣、ぜひあの予想して書いてみてください。はい。